はい、格闘オタクニュースゾウの雑白です。今回は那須川天心 VS 与那覇勇気選手の試合移動加速報です。那須川天心選手はもちろんプロデビュー戦です。そして与那覇選手は12勝4敗1分けの1階級下のランキング2位の選手です。いわゆる打たれ強くインファイト振り回すファイトが強い選手となります。1ラウンド始まりました。サウスポーの那須川天心選手、そしてオーソドックスの与那覇選手です。まずプレッシャーをかけていく与那覇選手です。すぐに下がりながらジャブを刺していく天心選手です。そしてジャブ、左ストレート、そしてジャブからの左ボディなど、セオリー通りにジャブから刺して左を上と下に散らしていきます。もう正直1分ぐらいで与那選手の動きを見切り、スピードの差がありますので、与那選手プレッシャーを下がりながら返し、ほとんどもらわずにジャブと左を刺していきます。そしてクリンチワークでも那須川選手はしっかりとフック系を当てていきます。ダーティーボクシングでもスキルは負けていません。ただもう与那選手はプレッシャーをかけるんですが、ほとんど手が出ません。たまにボディを打つぐらい、あとはもうダッキングで思いっきり避けるぐらいです。ただダッキングがかなり大きいので、そこを那須川天心選手は今後カウンター狙うんじゃないかという展開でした。そしてジャブ、左のカウンターを打つのですが、やはり与那選手が顎を締めて前にプレッシャーをかけているので、どうしてもクリーンヘッドまではなりません。そして1ラウンド終わりました。もう完全にスピードの差を見せつけた天心選手、与那選手は打たれ強くプレッシャーかけるんですが、あまり手が出ない展開です。そして2ラウンド、そして最初に思いっきりパワージャブを打った天心選手です。そしてパワージャブを見せといて、そこを警戒した与那選手に今度はパワージャブではなくて逆に右フックを打ちました。これがタイミングがいいダウンを取りました。そしてその後もジャブ、左ストレートと打っていくのですが、やはり与那選手がプレッシャーが強く打たれ強いので、どうしてもダウンはそれ以降打てません。そして与那選手が手数が少ないので手数を出そうと天心選手は腕を振り回して打ったりとかやっていくのですが、なかなか与那選手は手を出さず、ただただプレッシャーをかけてサンドバッグ状態になってきます。そして与那選手がダッキングでかわすので、そこに那須川選手はアッパーを打とうとするのですが、それは当たりません。そしてプレッシャーをかけるだけの与那選手と、的確に当てる天心選手の明暗が分かれたラウンドです。まあ、正直2ラウンドになったらもう安全運転というか、速さの違い、防御のテクニックの違いが如実に分かってきました。あとはダウンを取るだけです。KO を目指す天心選手でしょう。3ラウンドも同じです。プレッシャーかける与那選手。ただ手が出ません。自分がロープやコーナーに詰めるんですが、だけ打つ前にジャブを刺されたり、もしくは防御されてカウンターを狙われたりする与那選手です。そこに那須川天心選手はもうワンツー、ジャブからの左ボディ、どんどんリーチの長いサウスポーファイターがやるような感じで距離を制していきます。そして3ラウンドが同じような形で終わりました。与那選手は本当に打たれ強いのですが、プレッシャーかけるだけで全然打っていきません。なぜ打てないかというと、自分の攻撃が遅いので、カウンターを打たれてしまうので怖くて手が出せないのです。そこでまあボディを中心に打つのですが、全然クリーンヒットもらわない那須川天心選手です。天心選手はもうジャブで刺し、左をボディと上に打ち分けるぐらいで、もう完全に支配してしまいました。ただ KO 勝ちしたいので、焦って KO 勝ちしたところを与那選手のパンチが合わされるとダウン取られる可能性があるので、そこをどう注意するかのポイントです。そして4ラウンド始まりました。4ラウンドも本当に同じ展開です。プレッシャーかける与那選手、ただ手が出ません。普通にもプレッシャーかけて顎を引いてきてるので、もらってもなかなか効かないのです。そしてあとは天心選手は下がりながら左ボディ、左ストレート、まあ右左右のボディなどを打っていきます。もう軽いコンビネーションのパンチを打ちながらも、今度は次に左の思いっきり大きいパンチを打ったりですとか、タイミングや数、そしてそういったものの強弱をつけながらやっているんですが、なかなかやはり下がりながら打ってるっていうのもあって、ダウンを取れません。で、4ラウンド終わりました。もう一方的な展開ではありますが、かなりタフな与那選手です。そして5ラウンドも入りました。これも本当の同じ展開です。プレッシャーの与那選手、手数の天心選手。ただ天心選手はもうほとんど何ももらっていません。クリーンヒットしないまま、防御重視で手数を出していきます。左ボディで腹を効かしたいはずなのですが、なかなかそこもままならず、同じような展開が終わってしまいました。そして6ラウンドです。6ラウンドまたまた同じ展開です。プレッシャーのみの与那選手もサンドバック状態です。ただ下がって打つ天心選手がジャブ、左フック、左ボディでボディを打たせてからのカウンターなのでやるのですが、どうしてもダウンまでは取れません。そして6ラウンド終わりました。正直ノックアウト勝ちができなかったので、天心選手としては自分とは考えたものとは違う
違うかったでしょう。ただ相手があんなに打たれ強くプレッシャーかけて手数を出してこの相手にダウンを取るのは難しかったでしょうが、スーパースターならここでダウンを取ってたと思います。難しいところですが、武井良樹選手が確かもう5試合ぐらい連続で 1,2 ラウンド KO 勝ちしたのに比べると少し甘酸っぱい、二股浮気がバレた後に高級ソープがバレたぐらいの気まずさがあったかもしれません。以上となります。ただ天心選手はこのまま行っても日本チャンピオンにも勝つぐらいのスキルはあったと思います。明日10時からライブ配信しますのでご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。